皆さんこんにちは、岸と申します。さあ、はい、今日はですね、このデスモダスに乗りながらですね、協力生物をね、どんどんテイムしていきたいんだよね。なぜならばボス戦をいっぱい控えてるからです。さあ、ユーティラノスをね、ちょっとね、捕まえに来たんだけれども、あいつはレベルなんだ。あー、ユーティラノスレベル60か、ちょっと低いよな。いないかな。ダイオドンも欲しいよね。ダイオドン、ユーティラヌス、あとね、テック恐竜も今ですねブリーディングしてるんで強い個体が欲しい。あとは、うん、アールキガノといねえかな。オスがいればね、うん、子孫増やせるからいいんだけれども、なかなかね、アールギガノト自体いないんだよね。いや、ほんとラッキーだったな、レベル140のアールギガノトメス。お、あいつは、ブルートマザー戦でね、あの、メガテリウム役に立つからね、高レベル捕まえときたいんだよ。メガテリウムレベル60か。60と、レベル100。もうちょっと欲しいよな。というわけで倒しちゃおうかな。わー、綺麗だな。リアルだね、めっちゃ。あのカルノタウルスがいるということは、あ、いたいたいた、ユーティラいたぞ、ユーティラいた。うわー、お供が多いな。あー、レベル55、低いね。お、あいつらはダイオドンじゃねえか。お、やべやべやべあー、ユーティラの方向を食らっちまった。コントロールが効かない。でも145のダイオドン今いたような気がしたけど、捕まえたい捕まえたい、絶対捕まえたい、絶対捕まえる、絶対捕まえる。レベル20、レベル85、あのカラフルなやつが多分レベル145だ。よし、あいつを連れ去るぞ連れ去るぞ、このデスモダスで。おい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 、突っ込むなって、あんまり突っ込むなって、お前、お前じゃ負けるぞマンモスに。よしよし、掴んだ掴んだ掴んだ、オッケーオッケーよーし、捕まえたぞ、お前をテイムしてやる。すげえ色してんな。お、なんか建物があるぞ、この中にちょっと閉じ込めようかなよし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 、ここで話そうっしゃで、天井に張り付いてもうこれもろたなよし、もうお前はもう捕まったも同然だ。あー、逃げんな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 、そく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 、なんか他のダイオドンがいるぞいつの間にちょっと、まあ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 、ゆっくりしてけってお前ゆっくりしてけよ。よし、ダイオドン仲間になった。145、高いね。どうしようかな、紫だからパンクって名前にしよう。なんかパンクロッカーみたいじゃない。よろしくな、パンク、お前はモンスターボールの中に入っていろ。チキンビア解析完了。ダイオドン、ダイオドンの周囲の恐竜の体力をリジェネで回復することができる。アークにおいて貴重な回復手段である。また騎乗したままサバイバーは武器を取り扱えるため、ボス戦などでも戦略の幅が広がる。ボス戦には必須級の生物である。お、ユーティラ発見、レベルはどうだ。あー、95か。まあ捕まえないでおこう。で、メガテリウムもここにいるんだよね。ここダイノドンもね、出てくるしね。ここいいね。あ、140は結構いいんじゃねえか。140メガテリウム捕まえるか。よし、デスモダスの中に入れていた蜂蜜を使ってちょっとテイムするか。テイムできるかな。初なんだよね。どうやってあげんだ。あ、手渡しじゃなかった昏睡テイムだったやっちまったぜ。よし、ついておいで。ここに張り付いてと。いつもの戦法。よしよし、寝かせたぞ。お、あっちにもユーティラヌスいるじゃん。あっちのユーティラは、あー、55か。なかなか高レベのユーティラが湧かないな。よし、テイム完了。メガテリー、テリーにすっか。みんなつけそうな名前だな。解析完了。メガテリウム、最大の特徴は昆虫生物に対して攻撃力が 1.5 倍になる爆。そして昆虫を倒して2分間だけ攻撃力が 2.5 倍と 70% ダメージカットの爆を持っている。ブルートマザーや中ボスのベイナ、特にボス戦で活躍する生物である。ユーティラレベル100なかなか高レベルユーティラいねえな。ちょっと待って、ちょっと待って、ねえ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 、こんなことある、こんなことある、こんなことある、本当に。ねえねえねえ、ちょっとテックケツ2体目もう今年死ぬんじゃない。目、運良すぎじゃない。しかも色超かっこいいよこいつ。いやー、ちょっと引くわ自分自身の運に。ちょっと待って、こいつレベルな70、まあそこまで高くねえけど、もしかしてこれ、どっちだったっけな、持ってるやつオスメスどっちだったっけな。
こいつはオスか。嘘、すごくね、ちょっと。しかも着陸してるんだけど、捕まえてほしいんですか僕に。いや、やば、これは絶対捕まえる。色超かっこいいしね。どうせならもうちょっと高レベルで湧いてほしいんだけど、まあこの際文句は言わねえわ。でね、オスメスつがいだったら嬉しいんだけどね。どっちだったかな、忘れちゃったな。繁殖してな、テックケツ。テックケツを繁殖するってやばくね。パワーワードすぎないですか。てかさ、テックケツどころかさ、あの高レベのケツアルコアトルスもさ、テイムしたんだけど、それも運いいなって思ったんだけど、俺そもそもケツアルコアトルス全然使ってないんだよね、このデスモダス君が有能すぎてさ。ごめん、あのもはやお前はコレクション目的だわ。そしてね、いつかアキシのですね、テック恐竜軍団を作るべくね、お前はその将来の礎を担ってもらうからな。よし、眠らしたぞ。よしよしよし、落ちたところもいい感じなんじゃないかこれは。わわ、テレジノテレジノテレジノ、勘弁してくれ。倒せ倒せ、デスモダス、やれ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 。やっちまえ。50か。よしよしよし、いいぞいいぞ。お、すげえ、テックパラサウロロフスが2体も並んでる。こんなことある？あ、しかもテックイタラプトルも今横切ったぞ。すげえな、テック祭りだな。うん、でもレベルは低いんだよな。さっきのテックイタラプトルはちょっと気になるな。あ、いた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 。こいつこいつこいつ。めっちゃ光ってるやん。あ、すごいすごい。なんだここ。テック恐竜ばっかじゃん。月ですかここ。月なんすか。しかも、レベル高くね。こいつレベル高くね。早くテックケツアルをね、ちょっと迎えに行きたいんだけど。あ、レベル174。超高いじゃん。よしよし、こいつは絶対テイムするぞ。こいつもね、なかなか眠らないところを見ると結構レベル高いんだよね。すげえ。なんとかこっちに来ようと すげえ助走つけてさ、来るんだけど。めっちゃ可愛いわ。こいつらも絶対まとめてテイムするわ。よしよし、寝たぞ。こいつは162と174。なんていう組み合わせ、お前ら。やばくね。よしよしよし、両方とも眠らしたぞ。よし、これで超絶強いテック恐竜軍団作れるな。てか、ケッツコアトル、ケッツコアトル。テックケア、テックケアトル。テックケツアルか。テックケツアルどこに行った。見失っちゃったんだけど。お、仲間なってる。おー、レベル260、やべ。お、色もなんかかっかっこいいぞ。よしよしよし、これは大当たりだ。よし、お家に帰ったらですね、初期レベ250ぐらいのユタラプトルがいるんで、そいつとブリーディングさせたら大変なことになりそうだな。よしよし、もう一体もレベル242。こいつはシルバーだな。うお、いいね。いや、これ最強のテックユタラプトル軍団作れるぞ。初期レベ300ぐらいに。いや、300は無理か。いや、でもちょっと目指そうぜ。目指すは初期レベ300テック恐竜部隊だな。あ、いた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 、やっと見つけたよ。見失っちゃってたよ、テックケツ。レベル107か。あ、まあでも色が超絶かっこいい。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。なんかブルーメタルみたいな感じ。いや、やばいぞ、今日テック恐竜どんだけ手に入んだってぐらいテイムしてるぞ。あれ、ダエオドンじゃね。お前も高レベルだったら捕まえてやるけど、この感じだと高レベじゃないな。え、レベル140じゃん。おい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 。ちょっと捕まえたかったな。しょうがねえか。まあテックケツがやられるよりはいいわ。よし、戻れ。ついに見つけたぞ、ユーティラのレベル、はい、140がいますね。ほら、いた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 。模様もなんか面白いね、特徴的で。カルノタウロスを落とす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 。よしよし、みんな落ちんのかい。おーい、おーい、分断成功だ。よし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 、引っかかってるやつから倒せ、引っかかってるやつから。よっしゃー、クレバーに戦っていこうぜ。狩りしてんな、狩り、めっちゃ狩りしてるぞ。とりあえずボディーガードを倒す、ボディーガードを。よし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 、ボディーガード戦倒した、成功。よしよし、あー、コントロール不能、コントロール不能。これがユーティラきついんだよな。まあ飛行ユニットじゃないユニットで行けばいいんだけどさ。遠距離から撃ちまくる作戦。麻酔弾結構遠くまで届くんだね。落ちてった。あー、くそー。くそー。よし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 。
あー潜っちゃった。ユーティラ、あれどこ行った。あ、いたいたいた。よしよしよし、やっと寝ましたやんちゃだもんこいつは。よし、ユーティラ仲間になった。どうしよっかな、名前レッドラインにしよう。すげえかっこいいよねこの赤いさ模様とさ黒い体。いや、イベントカラーだよね多分これね。どうなんだろう。うわー、めっちゃいい。おい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 、テックステゴとテックティーレックスが2体同時にいるぞ。うわー、めっちゃいい。ちょうどこれね2体ブリーディングしてる。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、戦わないで戦わないで戦わないで、ねえねえ戦わないでくれる。ねえ2体とも欲しいんですけど。やばい、テックステゴン半端ない。レベル174テックステゴン。いや、ちょうど今ブリーディングしてるからな、これ絶対捕まえてやるぞ。いや、ステゴサウルスのテイムばっかりちょっと見せちゃうのはね、なんか非常に心苦しいんですけども、サクッと捕まえちゃおうぜ。あれ、おお、テックパラサロロス、お、テック種だらけじゃねえか。なんかすごい俺の時代じゃん。お、よっしゃよっしゃよっしゃ、仲間になったぞ。イエーイ、初期レベル260。おお、同じだ同じだ、今拠点にいるテックティーレックスと同じだ。わー、これちょっと後輩ブリーディングするの楽しみだな。さあさあ、拠点に戻ってまいりました。テックステゴとテックティーレックスいっぱいいるでしょ。今すげえブリーディングしてっから、初期レベルが今 T レックス235が一番レベル高いのかな。はい、さっき捕まえたテックステゴと、お、いきなり卵産んだわ、うんこと一緒にメロンソーダね、260同士、これ交配させたら最強のステゴ生まれるんじゃね。いやー、こいつも気に入ってるんだけどな、突然変異。いやー、こいつらの子供めっちゃ楽しみ。よし、こいつらの子供が生まれたぞ。果たしててステータスはどんな感じなのか。うわ、めっちゃ楽しみだな。どれどれ、おお、テックステゴレベル262、食料値高っ、51かよしよしよし、テックステゴレベル251。あー、ちょっと天気ボーナスが、あー下がっちゃったかな。いやいや、まあまあ、でもかな、どうかな。レベル251、次々と高レベルテックステゴが仲間になるんだな。いや、これブリーディングするのめっちゃ楽しみだな。いや、これでテックティーレックスとかもっといない。なんかもうちょっと探してみようかな、火山チキンベア。よし、今さ、ここの巣でさ、ディノニクスの卵レベル135をゲットしました。高くね。おお、クレート回収来てよかった。設計図、ユーティラヌスの思考のサドル、おお、絶対これ役に立つじゃん、後々ボス戦で。おお、めちゃめちゃかっこいい色のテックステゴ発見。あれはちょっと捕まえてもいいかもな、あまりのかっこよさに。ちょっと痺れるね、これでレベルが高かったら。いやー、やっぱいるね、いっぱいテックステゴは。個体数がそっちも多いから。レベル54か、低いけどな。このカラーは魅力的だよな、捕まえとくか。あー、マグマに落ちていった。大丈夫かあいつ、なんとか助かってる。お前そこもう逃げ場ないだろおー、マグマにダイブした。大丈夫なんだね、結構ね。あ、倒しちゃったわ。うわー、かっこいい色だったのにな。まあ、いっか、レベル低かったし。またユーティラいたぞ。オス欲しいな、高レベの。あー、オスだけどレベル55か。よし、あそこにもいるぞ、ユーティラー。お、アルファだ、アルファ倒したいな。あ、ユーティラのオスのレベル、あ、メスか、メス135か。あー、でもな、厳選したいから捕まえたいっちゃ捕まえたいな。よしいやー、こいつもメスだけど捕まえるか。あー、埋まっちゃったユーティラレベル135おいおいおい、出てこれるかお前。お、餌あげられないんだけど。おーい、おー餌があげられないんですが。よしよし、2体目ゲット。まあ、もう交配できないのかな、ちょっとな。まあでも厳選するときに絶対使うんでね。さあ、テックケツ2体ですね。いやー、感動だよな。はい、片方がね、今日捕まえたレベル107ケツアルコアトロスオス。さあ、以前捕まえたこちらレベル93ルコは、はい、オス。いやー、メス、どっちかメスだったらな。いや、ブリーディングできたんだけどね、ちょっと残念だね。いや、でも見てよ、この白銀、そしてですね、ブルーメタル。いや、めちゃめちゃかっこいいよね。光る部分もね、赤と青でね、違うしね。いやー、いいよ、めっちゃいいよ。いや、でもいつかメスのテックケツアルコアトルス捕まえてやるからな、見てろよ。
はい、というわけでですね、今日はね、テック生物捕まえまくりましたね。はい、ユーティラとね、ダイノドン、そしてメガテリウムも手に入ったしですね。いやー、なんといってもこのテックケツアルコアトルスですよ。いや、激レアすごいでしょう、この絵。あー、木に引っかかっちゃった。はい、というわけでですね、今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。動画最後まで見てくれてありがとう。それではまたね。いつかオス捕まえてやるからな。